ローソンチケットをご覧の皆様、こんにちは。池谷信恵です。舞台リトルボイスでセイディ役をやらせていただきます。私の役柄は、リトルボイス の, あのお母さんマリーホフの友人セイディという役なんですけれども、あの映画の方でも見させていただいた時に、その母と子のこの相入れない間をものすごくこうチャーミングになんか見守ったり本気で応援したり、そういうセイディがなんかこの人がいることでとてもね、なんかこう安心できる部分ってすごくあるなという、チャーミングな魅力的な方だなと思ったので、ぜひその辺りをちゃんとできるようにちょっとやってみたいなと思っております。はい。もう今の時点で私の周りの友人ですとか知人とかが、もうちょっと見たいからもうチケット取れないのっていうふうにどんどんまだ言ってきてくれて、あ、それだけ本当に人気の作品で、あの期待が高いんだなと思ってて、でそれを、まあ、あのちゃんと劇場で、ね、実現させることができるように頑張るとともに、あと実際にあのこう映画では、ね、感じられなかったかもしれない、この実際に舞台で桜子ちゃんが歌うということで、観客の皆さんもその場にステージの場にいるよう な, なんか感じをとても味わっていただけるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしております。ぜひあの劇場にいらしてそれを見てください。よろしくお願いいたします。